たかしの花畑でーす。はい、今日ワーキンシャチ見て、うん、もうお茶しにと思って友達のお店に参りました。はい、それでは、入りたいと思いまーす。はい、たどり着きましたー。お疲れ様ー。お邪魔しちゃってごめんなさい。そんなもんないです。今、キンシャチ見てきて、疲れちゃったの。今日だって27度よ。嘘でしょ。ほんとほんと。無理。無理でしょ、うん。でも散歩好きですね。二人。今日散歩してますね。仕事。普通ですよ。こんな格好でしたくないみたいな。そうよね。結構気に入ってね。最初でも恥ずかしかったけど、うん、なんか慣れてきちゃったね。ゲームさん紹介した？あ、そうだ。そう。この間もお邪魔しちゃった。ごめんなさい。ゲームさんのゆうやままです。ありがとうございます。この間まで先週までね、周年で、はい、8周年でね、大儲け。もうよー、ドロッドロでね。意外と来てくれたかなって。あ、そう、よかったねー。いくら儲かったの？やめてください。うん、ざっとでいいわよ。やめてください。うんね、ざっくりどれぐらいでね。指で、指で。参考までに。5! そういうこと言うと喋れなくなる。何だったらいいの、じゃあ。めっちゃ攻めるね。面白い話あるの、じゃあ。ないです。浜崎あゆみさん、今日はもう。浜崎あゆみなの？そうだよ。嘘でしょ。誰？今日のゆきじゃない。やめなさい。浜崎あゆみ、有名よ。あゆみです。あゆだよね。浜崎あゆみが好きなんでしょ、うん、そうです。そうなのよ。浜崎あゆみが好きなんだよ。山口百恵でしょ。そうよ。うん。あこっち花子。誰だっけ。水前寺清子。水前寺清子はいいけど、トカチ花子はやめた。松田聖子でありがとうございます。すいません。今日はね、今日も有名女優と共演だから。その、今日お願いねって言った時もね、3時間返事なかったから、あ、死んでるなって思ったの。で、断るかなって思ったけど。弱まった時にお願いしていい。そうそうそう、もうほらもういいじゃん、もう。違うのよ。高島馬が、周年中に来たの。その、うん、そう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 。周年中にどうって、うん。そんなの終わってみないと分かんないし。そうね。あ、そうだそうそうだよね。お金も使ってもらってるのね。初日の日にね、ね、YouTube お願い。やだ、今ちょっと、ほら、周年だから。ほらね、今決めるの。しかも来週とか言ってるし、来週お願いとか言ってね、その頃には元気かなと思って、ね、あ、じゃあ受けますって言ったら5日ぐらい経ったからいいかな、ま、全然ダメだった。ほんと年々弱るよね。弱ります。私もだからほら飲めないからさ、今新しいさシステムでき始めてるじゃん。こういうとこでももうエアーというさ、はい、だからこう下ろしてくれてるけど、うん、下ろしたつもりでもう飲まなくていいよみたいなさ、うん、うちら関係はさ、うん、結構もうじゃあエアーでみたいな、領収書もエアーで、予習書はもらってくる。お金もらおうよ。税金のエアーでみたいな。あー、ほんとね。便利ね。でもなかなか、でもね、それよりも私、もう毎日さ、ゆうやママがさ、ツイッターやってるじゃん。はい。あの、ツイッター。朝方でしょ。朝方のツイッター。ひどいよ。店外が終わって、ドロドロの、あげるんだろうね、この子が。なんであげるのあれ。無意識のうちにやってる？無意識っていうか、どっか履きたいんですよね。あ、何かをね。あーしゃーみたいな。誰かに言いたいわけじゃなくて。うん。誰か見といてぐらい。ああ、見てるよ、私は。私、コメントしてるよ。気になるよ。今日なんか言ってるかなみたいなさ、2万円降ってきたとかさ、ちょうど、本当に2万円降ってきたんですよ。私、それ、どういうこと？すぐ書いたじゃん。私のってね。うん、私の。あれが来たの？しばらく来てないし。ねえねえ、2万どっから降ってきたの？店のカウンターからパラパラって落ちてきたの？たまたま。あ、だから酔っ払って、あ、ちょっとピッて置いといたのが、パーって落ちてきたの。払っておかないですよね。そこそやっぱ、私のじゃない。この間あんた全く関係ないじゃん、あんた。そうか、私のじゃない。あんなところから？そう、本当に置かないよね。ちょっと一回入らせてもらっていいの？もっとありそう。探すね、へそくりかな。ゴールデンウィークもお休みじゃん。どっか行くの？どこも行かんか。どこも行けないですよね。そうだ、家で？家でじっとしてんのかな。じっとしてられる人なの？家で。じっとしてられないです。ああ。飽きちゃいますもん。これでこれなんか、これだよね。これじゃない。これじゃない。その時に、うん、あ、これの時は、うん、これの時はあれか、ホスト来ました。ホスト来た。え、なになになに、これでこれでこれ何、ホスト来ました。あ、ホストね。あ、うんうん、なんていなんてってどういうことですか。
浜崎あゆみだけど、そう、お客さん可愛いホストも少なくない今、いる、まあ、若い子好きだったらいいかもしれないですね。やっぱりなんか自分が年取ってくるとみんな若くなってくるから、確かに確かに可愛いなって思うぐらい。ああ、そっかそっか、うん、なんか私昔からそういう癖がついてるさ、ホスト行ったらさ、なんかちょっとなんか一本触ったり舐めたりしないとさ、元取った気がしないみたいなさ違うお店行かないかんよね。そうね、一緒に一緒だよ。そうそうそう、だからタイの延長で、うん、そういうとこ飲み行っちゃってるから、うん、ついついこうやってさ、可愛いのみたいな触っちゃうからね、それすごい怒られるから、あ、触らないでくださいみたいな、ごめんなさい、確かに痛いとこはありますね。そうなんか、元取りたいっていうか、うんうんうん、タイ何回ぐらい行ったことあるの。タイなんです、何回行ったんだろう、3回あータイぐらい旅行は、でも行くんだったらタイがいいですね。そうね、楽しいね、買い物も面白いし、うん、小森さんそれで行かんね、飛行機行けない。あ、そう言ってたね、うん、乗れない、怖い。国内も行かないですね。国内もね、飛行機だもん。あー、そうか、電車乗ってとか、うん、新幹線で行けるところがいい。あー、だからまあこの辺の九州でも安いから飛行機で行っちゃったけど。どういうことなのそれは。でも本当怖かった。もう死んだ気になっていった。ああ、だってオアシスのあのエレベーターの奥だけでもキッキッキャッキャ言うぐらいだもん。いや、もうとっこもいけないですね。移動がまず嫌。ああ、もう動くのがね。うん。うん、うちの店からだって取ってさ、金シャチ見てさ、ここまで歩いたんだよ。それすごいことよね。だから境、この辺だったら2キロ範囲だったらどんだけ歩いてもいい。これ以上、ちょっと家から離れるともう怖くてしょう。離れることが家からへぇー。でもあの病気ポケモンとかドラゴエとか歩き回ってますね。免疫まで行かない、ギリギリ伏見ぐらいは。あ、ここら辺でポケモンをゲットしてる。そうそうそう、まだやってるの。やってるよ。いや、すごいね。長続き、本当に豆っていうかさ、うん、私まだやってんの。私 YouTube 撮ってて名古屋城も行ってる間も、あ、ちょっとごめんって、ここにね、ちょっといい、やここにしかいないね、ポケモンがいるんだわって、乗っとるいうの。だってやってるでしょ、あんなに。なんだっけ、あつ森、あつ森、はい、もう、私完成だもん、島が。もうやめた。やめたっていうか、別にいつでもやれるけど、もう全然、もう前は毎日触ったよ、うん、毎日触って、島掃除して、ゴミ拾ってとかやってたけど、もう今もう。え、2回前ぐらい来た時、すごい、ね、熱弁してたけど、うんうん、完成したのよね。もういいのね。もうそういえば本当に去年のゴールデンウィークぐらいから始めたから、もう1年間やったじゃん。だからもう季節のものは全部、あのそういう商品とか家具とかもさ、みんなゲットしてもうやったしと思って、そしたらもうやることなくなっちゃって、うん、新しいやつもいでんかな。また同じやつ洗うでしょ。違う違う、新しい感じの、うん、ああいうのやりたいわ。もうさが毎日魚釣ってちょちょとってさ、何がおもろいなあれみたいな。あ、正当化できんかったね。橋かけて終わったね。そう、うん、橋も7つぐらいかけれるんだから、ね、ほんと。そうよ、ホムさん結構なんかそういうのちょいちょい手出しますよね。とりあえず買った、とりあえずやりますよね、流行りもんとか。長続きしてます。ポケモンだ、ポケモン、ドラクエぐらい。あー、そう、ドラクエも面白い、面白いってやってみて。1万時間、1万5000時間かな。ほんと、蕎麦屋でちょっとしたバイトしてたら1500万貯まってたから。そういう計算早い。そういう計算早い。うん、どう考えるかよね。あー、じゃあ私ゲームもやったことなかった。1000円で遊べたからね。なんかハマってるのある？ゲームやらないよね。やらないですね。ゲームっていう店なのに、ね、やらないですね。さあ、まあゴールデンウィークもさ、のんびりして何もやることないけれどもさ、乗り切っていきましょうよ。そうですね、本当にやることない。さあ、もうすぐゴールデンウィークで皆様はね、どうやって過ごすんだろうか。はい、もしよかったらゴールデンウィーク皆さんこうやって過ごしますみたいなコメントください。今日はどうもありがとうね。皆さん時間もかかって、もう本当に用意もしてもらって、弱ってる、ありがとうございます。ありがとうございます。またね。